はいどうも、神社先生です。今回は奈良県吉野郡吉野町の吉水神社にやってまいりました。こちらはおよそ1600年前、天武天皇の時代に縁の行者が創建した吉水院という修験行者が寝泊まりをする僧帽でした。約700年前の南北朝時代に後醍醐天皇が吉野に朝廷を開いた際、こちらの吉水院を皇居としたことから、明治時代の神仏分離で後醍醐天皇を祀る吉水神社と改められました。約800年前の文治元年には、兄の頼朝に追われた源義経が静か御前や弁慶たちと占拠したこともありました。また約400年前の文禄3年には、吉野で花見の宴を行った豊臣秀吉がこちらを本陣として数日間滞在したそうです。このように歴史上の偉人たちが登場するとても由緒正しい神社になります。こちらの書院は世界遺産としても登録されているとのことですね。あ、見てください、右側すごい眺めですね。歩くとかになるとこういう景色。なるほど、素敵ですね。綺麗ですね。これは確かに見てみたいですね。まあ、これ夏、まあ、秋口でもこの緑が綺麗で、これはこれでまた見ものではあるかな。そうですね、うん、紅葉もいいのかもしれませんね。いいですね、はい、紅葉多分綺麗だろうな。はい、あ、お待ちください、はい、とても大事な要素がここに。そう、こちらの神社ですね、参拝の作法が特殊になっております。二礼17拍手一杯、はい、17拍手は4444144441ですね。ですね。この17拍手に向かってという、そういうことですね。それではこちらの作法でお参りしていきましょう。はい、44441。しかしこの境内の中綺麗ですね。面白いですね。こちらの庭園は秀吉が基本設計を行った神仙思想に基づく鶴亀蓬莱の庭です。こちらが亀島、そして右手にあるこちらが鶴島、縁起がいい庭園です。南朝の皇居という石碑がありますね。いっぱいですね。そしてその目の前にあるのが、まあ、こちらが拝殿ということになるんでしょうかね。ま
はい。こちらにお祭りされているのは第96代天皇および南朝初代天皇である後醍醐天皇、南朝方の中心であった楠木正成、後醍醐天皇を迎え入れた僧侶吉水院宗信法院の御柱になります。それでは世界遺産に登録された日本最古の書院を拝観させていただきます。今のかっこよかったね。あの叩き方したらかっこいいわ。後醍醐天皇喜んであった。ああそうですか。うん、後醍醐天皇はあの17拍子が大好きやからね。ああ昔は17拍子やったんか全国。そうですか。それから明治25年に200拍子になったの。そうですよね。うん、その200拍子はイザナギとイザナミ。ああそうなんですね、うん、イザナギとイザナミをお祭りするのね。宮古市ほんで言葉に出してたの昔はね、はいはい、なんて出してたかっていうと、お父さんお母さんありがとうって言ってたの。へいつの間にか言わなくなったの。そうですね。日本はねお父さんお母さんを大事にしなくなった。あ自分一人で生まれてきたみたいな思い上がってきてね。そうですね。お父さん、お母さん、ありがとう。はい。あとちなみに拝観してみたいと思うんですけど。してみたい。うん。なんかちょっと撮影したりとかは。なんか撮影、あの普通は有料やけど無料。今日は無料にするね。ありがとうございます。拝観無料でね。そういう時は観無料っていう。感無量でございます。感無量でございます。感無量でございます。はい、感無量で、感無量。資料覚えて帰ります。今撮影していいからな。ありがとうございます。叩き方うまかった。ありがとうございます。さあ、それでは社務所横から内部へ入ってまいりました。配管入り口より中に入ってみましょう。こちらが弁慶思案の間。こちらがですね、源義経選挙の間ということで、こちらに源義経がおられたということですね。弁慶はこちらの墨を与えられております。なるほど。さあこちらが南朝の皇居ということで、あちらが後醍醐天皇の玉座だったということみたいですね。およそ680年。なるほど。素晴ら
しいですね。時代は鎌倉から南北朝。いや歴史を感じますね。外の景色もすごいですよ、これ。素晴らしいですね。簡単に車でここまで来ましたけど、当時ってここまで来るの相当大変だった。いやだからこそ逃げかけれる場所だったんだよ。こちらにはかの坊主めくりで有名なセミ丸の琵琶がございますね。懐かしいですね、坊主めくり。いろんなものが展示されております。こちらがこちらの元々の僧帽を建てられた縁の行者。そして縁の行者の横にはこちらが豊臣秀吉が愛用した金屏風とのことみたいですね。まあ、今はだいぶ色あせてしまってますがね、当時はさぞ豪華絢爛な金だったんでしょうね。このちょっと霞んでる部分が金だと思えば、はい、相当こう神々しいと光ってるもので。そうですね。いやこれは貴重なもの見れましたね。はい、はい、さあでは、はい、じゃあ、いや楽しかったです。書院の奥にあるのが北穴門と呼ばれる門です。古来より山伏たちの祈りの場で、後醍醐天皇はいつか京都に凱旋できるよう願いを込めて毎日祈りを捧げたそうです。現在でも究極のパワースポットとして人気があるもんです。吉水神社の佐藤祖神宮司にはお世話になりました。とても人情味にあふれながら神もあり、まるで後醍醐天皇が転生しているかのように感じました。さあそれでは拝観受付の際にですね、はい、ついでに御朱印もいただいておいたので、はいはい、さあこちらの御朱印はいかがでしょうか。いやこれはもう達筆で素晴らしいですね。素晴らしいございますね。やはりちょっと後醍醐天皇の力強さを感じるようですね。いやこちらいいお参りになりましたね。ありがとうございます。はい。
さあそれでは無事参拝も終わりまして、はい、いや素晴らしい場所でしたね、吉水神社。いいところでしたね。まあ数々の歴史深い品も拝観できますし、はい、本当に観光としてもね楽しい場所だろうと感じました。はい、ぜひ皆さんも参拝してみてください。はい。